ジュリア・オハラ・スタイルズはアメリカ合衆国の女優。ニューヨーク市で生まれ、双方で育つ。父親のジョン・オハラはアイルランド系の陶芸家で、陶芸工房を営み、同様に母親のジュディ・スタイルズもイタリア人とイギリス人ハーフの陶芸家である。妹と弟がいる。11歳の時にマンハッタにあるラ・マール劇団に出演の手紙を書き、舞台デビュー。 1994年公開のインタビュー・ウィズ・バンパイアのクローディア役のオーディションを受けたが、キルスティン・ダンストに競り負けたことがあった。16歳の時に共同脚本を手掛けた、ダーナーキスとエス・ドーターがサンダンス・インスティチュート・ライターズ・ラボに選出される12本の脚本のうちの1本に選ばれた。1996年、プラトニック・ゲームの早役で映画デビュー。 翌年公開のデビルではハリソン・フォードの娘役を演じた。1999年、シェイクスピアの喜劇、ジャジャウマナラシの舞台を現代の高校に移した映画、恋の唐騒ぎで男嫌いのヒロインを演じて注目される。シカゴ映画批評家協会賞や MTV ムービーアワードの新人俳優賞を受賞し、ティーン・ピープル氏の21歳以下のスター21人に、 選出された。2002年から、ボーンシリーズに CIA 局員のニッキーパーソンズ役で出演し、有名女優の仲間入りを果たす。2004年、アーロン・エッカートとオレアナでウエスト・エンドの舞台に立った。2007年、短編映画、レイビングで映画監督デビューを果たす。1999年に、プロフェッショナル・ジルドレン・スクールを卒業。2005年に、 コロンビア大学を卒業、民主党を支持している。2004年の大統領選挙の際は、ジョン・ケリーを支持していた、ベジタリアン、フェミニストである、ニューヨーク・メッツのファン、ありがとうございます。